JDD のね払い戻しのついでに、マーキュリーカップを買いたいと思います。でマーキュリーカップなんですが、まあフェニックスマークと三つ葉、これがまあ人気は人気を分けてるんですが、僕はもう狙ってみたいのマイネルバサラです。はい、まともなら3連は9、10、14、はい、であとはですねこの組み合わせはないと踏んでるんで、自分のメソッドでは8、9、10とか、8、10、14はないと思ってるんで、三つ葉が飛んだ場合はですね8、9、14とか、あとは、そうですね、フェニックスマークが飛んだ場合で考えても8、9、10はないと思ってるんで、3、9、10とか、フェニックスマークが飛んだ場合ですけど、でもしくはですけども波乱があるとするならドラゴンエアル、あとはエンパイアペガサス、はい、ということをちょっと少々遊んでみようかなと思ってるんで、そうですね、穴で考えた場合に、そうですね、エンパイアペガサスはオグリキャップ記念とかも買ってますし、この意外と侮れないのかなと、5、9、14とかもう買ってみようかなと思ってますし、あとそうですね、あとは3、7を絡めるとしたら、だから3か3だから、3だから、70、これ穴で70、14も買ってみようかなと思ってます。はい、ここが穴で、では大本線はやっぱり90、14、はい、大本線はただ飛んだ場合考えると吉をこれ少し張ってみたいかなって思ってます。でザイディックメアっていうのがフェニックスマークと、ブリリアントステークスですかね、オープンで前線してますし、差はないと思ってます。意外と3番の方はなので、フェニックスマークがね飛んだ場合3、9、10っていうのもあり得るのかなと見てます。今まだ迷ってますけど、そこらで買ってみようかなと、ここは遊んでみようかなと思ってますけど、ミッキーヘネシーは厳しいか。そうですね、今のところこんな感じで買ってみようと思ってます。